はい、どうもこんにちは、というものなんですけども、ちょっとね、もう今こんにちはじゃなくて、めちゃめちゃ朝だ、めちゃめちゃ朝でもね、9時だったわ、ちょっと朝だ、ちょっと朝、今日早起きして、早起きね、めちゃめちゃいいわ。なんか使える時間がね、2倍ぐらいに感じる気がする。なんか夜とか昼起きてもね、そう、夜とかできること限られちゃうからね、早起きしたら2倍使えるからね。そう、なんかどこだっけな、なんかなんたらお偉い頭いい大学みたいなところで、アメリカので、普通に研究結果出されてる気がする。早起きはね、マジで三毛の徳みたいな。どこだっけな、忘れたけど、よし、やっていくよ。もうしかも朝だからホットブラスターでね、とりあえず強そうな武器なんだよこれ。朝なんか、いや、ほらほら、こういうことなんで、絶対に今夜だったら食取れないからね、知ってるでしょみんな。で、あのジェッカスはやりません、無理です、さよなら。で、あのアイスタ、なんか挟まれてない、大丈夫、絶望なんで、いや、なんでそこすんの、朝だからやめて。お前はやっていく。ちょっとね、縁側とかね、さっきやったけど、ちょっと落ちちゃったんで、もう落ちてね、最近ね、落ちたら、とりあえずね、叫んどけばいいって俺思っちゃってるかもしれんから、もうやめるわ。ガチで緊張感持ってから落ちることに対して。マジで嫌なことやるよ、マジで。一発ギャグでもいいよ、落ちたら。このステージで落ちたら。さすがにないと思うけど、来た。これ、ね、最近、見どころジェッパー。いいよ、最近、ほら、当たんないんだよ。すごいでしょ。すごいでしょ、これ。いや、ちょ、うまくなったの、過信してた。ちょ、あ、やばい、おい、おい、PTA、もう助けて、ママ。いや、もう、なんかいじめ起きるよな、このゲーム。普通にひどい。いや、もうなんか、ジェッカそうだよな、もう、プレッサー打ちそうな顔しとったもん。見えとった、危ねえ、落ちてるマジ。いやー、危ねえ。マジで危ねえ。いや、待って、危なくねえ。13か、全然余裕だわ。オッケー、しかも、プレッサー打ちそうな顔してるやつも困ってるし、いいね。んで、まあホットはちょっと矛を持たない武器、持たない武器というかちょっと持ってもあれなんで、任しちゃいますね。まあこの辺だとホットが持った方がいいのかな、なんかそんな気もしなくもないけど。まあ持てる時が来たらね、まあそういう運命の時はちょっと持ちます。やばい、あ、こいつ叩、やばい、ちょっと待って。大丈夫か、お前、なんかランスやべ。こっち、左、あっ、トーッ、無理だ。はい、やった、いや、長えな、ホット。いや、長え、長すぎ。これの絶対のカートいける。あ、無理だった。余裕で無理だわ。よいしょ。で、よ、あ、来た。最近話題のジェッパー。よし。あ、うまい。何があった、さっき。今回うめえ、今回。で、こいつもやれたら、パーフェクト。よし。んで、あ、オッケー、ゴールできる。よし、パキンいた。いや、今日うめえ、マジで。うますぎて鼻毛出る、これ。うますぎ。でですよ、これ。いや、ちょっとね、もう。あ、割れねえ、ちょっと、全然割れねえ。いや、こいつがいる限り、なんかゴールできない気がする。止めとくわ、ちょっと味方。止めとくから。頼む、ホッカー任せるわ。いや、よいしょ。で、頼む、右のやつ、ナイス。うわ、あ、違う、右のやつ下にだったわ。はい、ということで、縁側なんですけども、ちょっとね、もう一個はデボンなんで、まあ、デボンやんなくていいんだけどね、実はね、ホット以外にも、ちょっといろいろやってるんだけど、なんと縁側これ9連続目だね、これ。マジでデボン、こう。まあデボンは無名だもんな、さすがに来るわけにいかねえ。で、ちょっと右の方が強いことが分かった気がするんで、もうね、縁側ね、いつか言ったけど、矛割らんでいいわ。縁側で矛割るやつは IQ 5万。さすがに割らんでいい、これは。で、これはね、で、どうしますこれ。どうしますホットブラスターさん。これ詰めれないね、君。どうしよう。ちょっと、ジェッパー貯めようかな。いいのいる。いや、待って。いや、お風呂入る、お前、ふざけんな。やめろ。絶対風呂入ってるくっせえな、マジで。いや、よいしょ。あ、まあ。やばい、ガンダムオンライン。よいしょ。あれ、当たってねえ、マジか。どこだ、ジェッパーどこ、お前か。よいしょ。あ、やばい。いや、いいね。あ、これ、終わった、パティーン。てか、外、雨うるせえな、マジで。すまん、雨の音入ってたら、めちゃめちゃうるせえんだけど。やばいね、今日雨。マジ、日本終わるで、こんなんあったら。やばすぎです。ねえ。地震やら雨やらで、いやーと風呂だ。最悪すぎる。第3階だね。3つの何でもない。いいね、これ味方がここ持ち回そうって言おうとしたんですよね今。そうなんですよ。で、ちょっとね、一旦ここら辺、いや風呂マジで、いや、うまそうな顔してるもんね。こういう、どこ行った、風呂、あれ、風呂死んでた。おい、あ、一発、めっちゃ一発当ってる。無理か。痛い。
いや、やもう、やばすぎる。誰風呂みたいなことしてるやん。マジで風呂ゲー、このゲー。来た来た来た、ビーコン祭り来た、これ。よしよしよし。このゲーム、ビーコン最強だからね。とりあえず、他ルール、ビーコンいとけばね、味方復活早いから、よしよしよし。で、ほっと、これが強い。なんか、一発外しても逆にお得みたいな。外すってか、直外したらお得みたいなのがあるわ。ここら辺潜伏してるよね、やっぱり。これ、はい、これ勝ち。これ勝ちなんで、キャンパイって。で、え、誰ーこんにちは。で、どうしようかな、これ。これどうしようかな。俺のジェッパじゃ多分打開できないから。待って、ここが、まずい、ね、右に、いや、いやー、こんにちは。ウィース。待って、これ止める。やばいやばい。ここが、ここが。ごめん、ごめん。これマジでごめん。ちょっと、めっちゃごめん。いや、めっちゃごめん。いや、めっちゃごめん、これ。これは申し訳ない。ちょっと先般こいたな。まあ、パキーンは言うんだよね。パキーンは言うんですけど。よし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 。これ頼むわ。んーで、どうしようかな。一旦、ジェッパ行く？行っちゃうか。まあまあ、成長したってところを見せねえとな。これ、エゴサ引っかかるんで注意ね。いや、マジで。いや、マジでね、俺のエゴサね、なんか、すぐ殺害予告くんだよね。何々しねえとなっつって、何かとお礼をね、消しにかかってんで怖くない？マジ怖いよね。なんたらしねえとなっつって、毎回知るんだよな、俺。助けてほしい。あ、まあ、もちろんエゴサかけるんですけど、もちろんなのか知らんけど、かけない人いないんじゃないかな。多分そこら辺のね、熊でも、熊、凶暴とかでかけてると思う。絶対そのレベルでかけない人がいい。あー、待って、これは一発ギャグ言います。誇張しすぎた工藤新一。ベル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 。はい、ということでね、ちょっと話題の熱い武器、ホットブラスターを使っていくん、あ、違いますよ。ホットって意味で熱い時じゃないっすよ。はい、ということで、縁側なんですけども、ここはですね、ちょっとやりすぎたね、今日。今日やりすぎたから。もう分かった。もう縁側マジで攻略した。見といてくれ。とりあえず、初動は適当でも OK だわ。てか、俺ね、もう初動はね、適当なんだよね、いつも。エリアとかでもそうだけど。右にいたら、リスポーンで右にいたら右に行くし、左いたら左行くしで、何も考えてないからね、正直。だから、いや、でもどうなんだ、一番大事か、初動は。そうなんだ、初動でだって抑えたら勝ちみたいなとこもあるからね。大事なんだろうけど、俺は何も考えてないです。言っちゃうけどね、これ。秘密ね、マジで秘密にしてほしい、これ。結構、いやー、ワンチャンその、国から、ね、ご指摘受けるかもしれんから、言わないでほしいんだけど、そう、ここだけ話。だから、初動は適当でもいいと思う、これは。これガチ。てか、やばいな。一回なんか、味方と敵が入れ替わっちゃって、はい。これ来た、これ神ジェッパ。いや、無理だ。絶対無理な気がする。よいしょ。で、いや、これすら枯れん。マジ？俺マジ？いるいる。やったやったやった。後ろいるよ。後ろ。あ、俺の方来る。危ねえ。ナイスナイス。よし、割ってくれた。いいねいいね。で、おい！おい、ふざけんな、この武器。ちょ、バカみたいなことしてるやん、これ。やばすぎ。インク効率がね、悪すぎる、今作。やったやったやった。これ、いや、ローラーもね、絶対やるよ、俺。もう絶対やるからね。あ、無理だわ。いや、頑張れ。いや、そうそう。これ、連携ね。一人ゲーじゃないんですよ、皆さん。4人ゲーなんでね。こういうこと。来た来た、リスケ、ナイスリスケ、ローラーうま。いや、もうずーっと縁側っすね、縁側。縁側さ、うまいからって調子乗るのはマジで。うまいのは認めてあるけど、そんな何回も出されたら困るよ。いや、ごめん。違う。縁側調子乗ってないな。板前が調子乗ってるわ、それは。ごめんな、縁側。許してほしいよ。ちょっとね、いや、マジずっと縁側なんだよ、今日。まあ、別にデボンもやりたくないけどさ、縁側も好きじゃねえんだよ。いや、なんで動画撮ってんだよ。知らねえよって話なんだけど。やったやったやった。マジでさ、いや、縁側来すぎ。うまいよな、正直。なんか、大人になる瞬間ってあるじゃん。あれ、縁側を美味しく思えたら大人なんかなって俺思ってるから、勝手に。それぐらいの微妙な魚だよな。いや、うまいんだけどさ、わかるっしょ。言いたいことわかるっしょ。なんか、大人の階段を一段登ったら、縁側、一段目に、縁側食えるっていう項目があると思う。そのぐらいのちょっと微妙な魚だと思ってんだよ。やべ、待って。やったやったやった。いいね。今日うまいわ。今日ちょっとね、まだ朝早いんだけど、うまいデイだわ。うい。全然当たんね。全然当たんね。全然これは、いや、落ちてはないか。あ、これ、あ、来ました。ビデオ結果、セーフです、セーフ。よかった、危ね。オッケーオッケーオッケー。助かった。ありがとう、審判さん。いや、セーフ、セーフ。クソつまんねえ一発ギャグ言いたくねえからな。嫌なんだけど。まあ、でもそれぐらいのやっぱ緊張感持っていかんと。
いや、いいね。直率高いわ。なんか、ロンギよりもホットのが直取りやすい。試行回数稼ぎるしね。なんで、これ、裏から行って、来た来た。なんだ、あっちだ。待って、俺、行くから、待ってて。あ、ごめんなさいね。まあ、ほぼ止めてくれたんで、これはもう、行きたいね。なんだか、なんだこれ。な、待って。あ、ちょ、ああ、危ね、危ねえ。これミスったら危なかったね。まだ危なくない。お、これは、あ、来た、キュイン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 、来た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 。これは脳汁ファンタジア。いや、気持ちいいな。さすがに、ああいうダブルキル気持ちいいよね。これ、1回のなんか攻撃で4枚やったとかないんだよ。1回やってみたいな。例えば、チャージャーでまさかの4人抜きみたいな。ないんだよな。まあ、矛爆風でならあるけど、あれなんか違うじゃん。あれはちょっと相手がミスってるだけだから。なんか普通の武器で4枚同時期みたいなやってみたいんだよね。今度やりたいな。絶対ね、めちゃめちゃサムネ頑張って作るよ。釣ってもいい。6枚同時切るっつって、釣り動画出してもいいレベルにはちょっと頑張る。なんだいつ、ちょっとそこでミサイル撃たれても。いやー、こう、あ、じゃあ沼ジャン借りたい人生だけど、ちょっと人生無理だね。だ、いや、やばよ、無理なんだけど、陽キャやめてほしいわ。ラーメン、いや、俺も今ラーメン禁止してるから仲間だわ。陽キャだと思ったら陰キャだったね、あいつ。割としんどいよ、ラーメン禁止。まあ、ちょっと、ダイエットじゃないんだけど、まあ、ラーメン太るからね。今、禁止してんだけど、もうちょいで1ヶ月かな。マジできつい。いや、いや、もう、いや、その怒りをさ、俺、ぶつけんで俺に。俺も禁止してんだよ、ふざけんな。もう、切れるぞ、しまいには。マジで、あいつ。いや、あれラーメン禁。お前、まあ、仲間だろ。よしよしよし。いや、これで1対2だからな。まあ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 。仲間はね、俺、そんな傷つけん。あとどこ？カーペ、あ、いるね。カボン。カボン。ナイス。これ一回、そうだな、左行ってもらって、俺がその間に前線を。来い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 。全然来ねえ。いっか、これ怒りにくせ。いるよな。よしよしよし。来た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 。これ。よいしょ、あ、待って、待って、まずい。あと一発。やった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 。いいぞ。いいぞ。ここいない？ここ、いたわ。やったやったやった。これは、よいしょ。えい、うわ、今日うめえぜっぱ。